私、本日講演させていただきます、ST マイクロエレクトロニクスの河口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。これからウェビナーを始めさせていただきますが、えー、本ウェビナーではテキスト入力にて質問を受け付けております。プレゼンテーション中にご質問がございましたら、画面下部の Q&A ボタンから入力してください。いただいたご質問に対し、弊社のエンジニアがテキストで返信。 またはプレゼンテーションの最後に予定している質疑応答のセッションにて回答させていただきますすべてのご質問には回答できない場合もございますのでえとどうぞご了承くださいなおご入力いただいたご質問はお客様の Zoom ログイン名とともに主催者にのみ公開されますまたウェビナー終了後 にアンケートを設けております今後のウェビナー運営の参考にさせていただきますのでぜひご回答をお願いいたしますそれではウェビナーに入らせていただきますまずこちらが本日の内容になりますはじめに駅面レベルの検数に関する考え方 その後に ST のソリューション弊社の製品と駅面レベルのリファレンスソフトウェアについてになりますけれどもについてとその利点そしてこれらのソリューションが応用できるような応用分野やアプリケーションに関して少しまとめさせていただきます。また最後には評価キットなどのサポートパッケージについて説明させていただきます。 最初に駅、えー、面レベルの検出に関する、えー、考え方をについて、えー、少し、えー、背景といいますかまとめさせていただきます。えー、っと駅面レベルの検出に関して、まあ、常にある課題というふうに、えー、ラインをつけさせていただいてますけれども、えー、っとこちら駅面レベルの検出何かしらの駅面の検出と。 いうのはまああのここにあの古代の壁画の絵なんかもありますけどこのようなえっ、ー、と非常に古くからの何かしらの技術課題になっているかなというふうに思います。そしてえっ、ー、とそれはあの時代ごとにえっ、ー、と最新の技術がいろいろ応用されているから思います。えー、そしてえっ、ー、とまあその駅面レベルの検出ですけどもえっ、ー、と一つには駅面レベルを絞ったあすいませんそ 区定レベルを絞った液面検出というふうに書いてありますけれども例えばある容器の中の何パーセントより液体が多いのか少ないのかというようなスレッショルドを設けたような検出もしくは容器の中にどれぐらい入っているのか10%なのか40%なのか70%なのか水位がどれぐらいなのかと。 いうような検出のいずれが求められるかと思います。そしてその液面レベルの検出と言いますのは、まあ大きなものからあの小さなものまで、幅広いあの市場ですとか、産業もしくはアプリケーションでさまざまなユースケースが考えられます。まあ大体において、液面というのはあの容器もしくはその 液,面を液体をためるところに、えー、と入ってくる液体もしくは、えー、と何か、えー、とその後廃棄しなくてはいけない液体についてモニタリングをするというようなものではありますけれども、えー、液体ですので、えー、と容器と独立にはなかなか考えられず、えー、と容器を含むうなんでしょう、えー、システムといいますか、えー、容器を含んだそのお構成の中で、えー、と容器と液体と を両方お鑑みてえっとリアルタイムに適用する必要があるかなというふうに思います。そしてえっとその界面レベルの検出に求められるさまざまな要件は主に技術要件ですけれどもはあのそれがえっと求められるようなシステムですとかまあ。 装置ですね。そういったようなものの中で精密性ですとか、まああのレスポンスですとかがえっとアプリケーションによって異なるかなというふうに思います。もちろんその測定がえっとどれぐらい信頼できるか、それもあの要望されるシステムによって違うかなと思。 難しさも含めて顧客満足度ということにつながるからとまた別の見方になりますと,、えー、と汚染液体を汚さないようなことというのが求められるかなと思いますでもちろん環境に対する負荷ですねそれからそれぞれ絡み合うんですけども低消費電力それからもう一つデザイン になるかなと思いますけれども、えっ、ー、とその配機材の配置ですとか、えっ、ー、とあのセンサーのようなものの配置について、えっ、ー、とデザインに対する対応も考えなくちゃいけないかな。このようなえっ、ー、と要素、まあ、お客様がお考えのいろんな一面レベルに対して、まあ、それぞれ、えー、重要度を置いて、えっ、ー、とミックスして考えなくてはいけないかなと思います。で、あのこれ のこれらのようなそれぞれが求められる要件の中で本日紹介する TOF センサーでの検出がどのように適合するか今日のウェビナーをヒントにご検討いただければと思います。それでは ST のセンサー TOF センサーになりますけどその製品と液面ラベルに対するソリューションについてご説明いたします。 まずその TOF センサーに使ってある TOF タイムオブフライトですねですねえっとそれに関する概要といいますか原理と特徴方式としての特徴についてご説明いたしますフライトセンスっていうのは ST が使わせていただいている名前でして一般的には TOF ですとかタイムオブフライトというような方式の呼び方がされているかなと思います で、その、T. O. F. に、使われている原理というのを、あの、S. T. としては、えっと、独自に。あの、自前の、いろんな技術、でもって、あの、製品に落とし込んでおります。ただ、えっと、製品、というか、方式に、関しましては。まず、えっと、今、アニメーションがいろいろ出てますけれども、えっと、光を、センサーから出して。手なら手の、あ、当たって跳ね返ってくる、この。 えっと、帰ってくる光の飛行時間ですね。これでもって、この飛行時間を直接距離のデータとして、えー、っと、出力すると。 何か別の光の反射の量ですとかそういったようなものを距離に置き換えるのではなくて時間にそのまま相当するものを距離として出すということが TOF の特徴になっておりますので対象物のサイズですとか反射率ですね色とか反射率に影響されない。光の反射 の量を見るような方式ですと,、えー、と黒いもの反射率の低いものですと、えー、それは返ってくる光が少ないので、あのー、そこを補正なり間違ったデータをそのまま使うなりしなくてはいけないんですけども、えー、そういうことがないと。そして、えー、とまあ高速低消費電力。 それから、えー、とそのラス光というのは波長940ナノメ、えートルの赤外線の、えー、と目に見えないレーザーを使うのであの、まあ、あの見た目によって、えー、とここに光っているのということが分からないような、えー、と方式になっております。で、えー、それを弊社 ST の、えー、TOF のセンサーの製品として、えー、とまとめ 開げることになるわけですけれども、その S.T. として、えー、と弊社の技術を使って、えー、とまとめるに製品としてまとめるにあたっての、えー、と特徴について、えー、と申し上げます。まああの T.O.F. の方式ということになりますと、ここに製品の写真がありますけれども、窓が二つあって、えー、と片方から光を出してもう片方で光を受けるというような構造になりますが。 TOF の方式をご存知の方は、えー、とこの発光部と受光部を別々に持ってまたその信号処理のプロセッサーをまた別々に持つというようなことを想像される方もいらっしゃるかもしれませんが弊社の ST の TOF のセンサーはこれらの発光受光それからプロセッサーを一つの小さなえっ、ー、と モジュールにまとめて製品化するというようなことを図っております。で、えっとその中にはあの光学系の IR 赤外線ですね。そのフィルターを内蔵したような光学系のデバイス、それからえっとプロセッサーですね。えっと ToF の 受光部を含む、受光部のことをスパット、シングルフォトアップアランスでダイオードと呼ぶんですけど、受光部から SOC、プロセッサー、それからビクセルというのがレーザーのドライバー、レーザーになりますけど、レーザーのドライバー、メモリーまで含めて、弊社の方で製造していると。そこで一つ注意が必要なのが、レーザーを使いますので、レーザーの安全性をクラス1という一番弱い いいものにえっと収めるようなあレーザーの使い方をするということが必要になります。そしてえっとそれらのセンサーモジュール化というのを弊社の自社のあの中国深圳の工場にてえっと小さなモジュールにしております。まあその中にはあの申し上げました通りえっと D.O.F のピクセルまあ受光部ですねの治験それから それを処理する CMOS の半導体のプロセスで光を扱うわけですからそのフォトニクスの知見それから発光部の知見とそれをこう製造に持っていくというハンドリングそれから光学系も小さな光学系も入っていますのでその知見とハンドリングそれからこういう小さいパッケージに大量に製造するためにまとめるというノウハウ。 それからデータ処理ですね、出力をなるべく簡単にもう距離データというものがデジタルデータで出てくるように処理をするというふうにして小さくまとめるというのが弊社の TO F の TOF センサーになります。続きましてでは今回のご紹介するその液面レベルの検出というところにそのセンサーをどういうふうに応用するかというのを実際の えと製品とちょっと少しずつ結びつけていきたいと思います。はい、えー、と弊社の方で液面レベルのソリューションまあサンプルソフトといいますかリファレンスソフトといいますかえそれを準備しているのはえといくつか製品のある中でこの2つの製品になります。シングルゾーンあの後でご説明いたしますがシングルゾーンの検出の VL53L4CD という製品。 それからマルチゾーンの VL53 L5CX といいう製品を使いますでそれらを使うのですけども、まあ、従来の液面レベルですと他の方式といたしまして有電率ですとかフロートのようなものを浮かすですとかパドルを回転させてその抵抗のようなもので見るですとか振動超音波音差のようなものになるかなと。 思いますでそれでもって、えー、例えばあの先ほど申し上げたある一点を超えるか超えないかというようなところを測っている。またあのー、水位レベルを連続的に見るというところで言いますとまあ静電容量ですとかまあ高額の何かしら測定それからあのケーブル超音波レーダーというものを使うことになりますけれどもまあ TOF を使った場合の、えー、と特徴と言いますのは。あのー 光の反射でもって液面を見ることになりますので何かしら機械的な可動部ですとか液面に触るような場所がないので液面そのものを邪魔しないというふうに書きましたけどんですか総合作用がないというようなことになります。 そして小さなパッケージになっておりますのでそれでもってそこを取り付ける場所によって液面との距離を液体には触らないで測定するとですので汚染のリスクがないそれから小さなモジュールモジュールサイズこれ大きなものでも6かける4ミリですとか小さいものですと4ミリ、2ミリ高さが1ミリぐらいのものですので。 あのコストを低減させてあの簡単なメンテナンスにするんですであの測っているのは、えー、と液体のなんか成分に関係するものではありませんので光の反射ですので、えー、と光の反射に、えー、とをしている限りにおいては、えー、とあの検出できる液体というのは、まあ、多岐にわたっているで、えー、と小さなモジュールですのであの、えー、と検出部を小さくしたいあるいはいろんなデザインに対応したい えともしくはあの既存にあるものをちょっと小さいものと置き換えたいという,うものも可能かなというふうに思います、はい、ではその2つのセンサーというのをもう少し詳しく、えー、とご説明いたします。という方ですね。えー、と,マルチゾーンと申し上げるのは、えー、と測れる光ではなくて、えー、と測れる距離が、えー、とこのゾーンの中で えっとここのセンサーからえっと63度の視野角で持ってまあ、対角63度でえっと四角でいうと45度かける45度で持ってえっとその中をえっと4かける4もしくは8かける8のゾーンに分けましてえっとここのゾーンは何センチここのゾーンは何センチここのゾーンは何センチという,ように測るようなものでございますあ距離が距離のデータが出てくるというようなものでございます。 でセンサー自体の最大の測興距離、まあ、これは暗いところという条件なんですけども4メートルそれからえっ、ー、とクロストークあのこの上にカバーグラスなんかをつけた時にカバーグラスが汚れた時に対しては、えー、と対象物の距離が6 0ンチ以上離れていればそのクロストークがちょっと汚れたとしても、えー、とそこに対する影響は除去するというような機能を持っております。それから自立モーードとというのはあのはあえっ、ー、センサー があるスレッショールドを超えたら自動的にフラグを出すというようなモードそうすると,、えー、と待っている時間が少ないですので、えー、と消費電力を少なくするとそれから、えー、とあの周りが明るいところというところは TOF センサーは、えー、と正直原理的にはちょっと苦手なところなんですけども、えー、例えば5 k ラックスというちょっと明るめなところであっても、まあえー、と4メートルから下がありますけども、えー、と1七7 0ンチぐらいまで測れるような。 で、えー、と4る4のゾーンですと6 0ルツ1秒間に60回測れるようなセンサーになっております先ほど申し上げた通りパッケージは6.43.01.5の小さなパッケージになりますそれに対しまして、えー、VL553L4CD というのは、えー、ともう少しサイズとしては小さなセンサーですが、えー、とシングルゾーンになります、えーその 視野角がこ,れのこのセンサーの場合は18度と狭い、えー、と視野角を持ってるんですけどその視野角の中の、えー、を一点のデータとして、えー、対象物までの距離を、えー、と測るというものです。ですので、えー、と距離データは1つ出てくるということになります。えー、で最大の、えー、距離が1三3 0ンチそれから、えー、と近接の近い領域のリニアリティ を上げてますので、えー、と近接センサーとしてはあの高性能なもので、えー、と光が明るい周りが明るい場合ですと6 0ンチぐらいかなと思いますで,で、えー、あの即居の、えー、と周期ですけども、えー、と1秒間に100回ぐらいまで、えー、と測ることができますまた、えー、とこの液面とはまた別にえっ、ー、と この小さなセンサーですのでさらにそれを生かすために低消費電力のウルトラライトドライバーですねあるいはリララックスのドライバーとかも準備をしてございますこのような2つの製品について液面,レベル液面レベル測定のためのソリューションを準備しております。 でえっとそのおそれ所の中身がまあどうやってえっと息面を測っているのというようなと例になりますまず最初の方がえっとマルチゾーン VL53L5CX を使った方になりますでこの場合ですとまず真ん中の絵からえっとご説明いたしますとあこちらですね右側の絵からそうご説明いたしますとえっと各ゾーンごとにえっと何センチ何センチ六十センチ七十センチ七十センチというのデータが出てきます。 でこれを容器の上の方に置いておいて、えー、と液面を測るというようよなことになりますで、えー、とこのお液面との距離を測るんですけども、まあ、距離と同時に、えー、とあのシグナルパースパッドと呼んでますけども、まあ、スパッドというのはあの受光のピクセルですね、えー、とそれによってどれぐらいの光が返ってきたかというデータも出てきます。 それで、えーと、容器に入っている場合、えーとまあ、周りの容器からあもあの光の反射とかがありますので、えーと、そこの影響を除去するために、えー、とこの FOV の 8×8 の64の中の、えー、と真ん中のこの、えー、と12画素だけを見るというような、えー、とサンプルプログラムを作っております。でえー、とさらにその中で えっと一番光が帰ってきているところ、これあのこの図に関してはあの光が帰ってくるえっ、ー、とまあ量だと思っていただければと思いますけれども、えっ、ー、と一番光が帰ってきているところというのがまあ他の雑音光の雑音もなくてえっ、ー、と一番信頼できるであろうということでえっ、ー、とここのおーゾーンを持ってえっ、ー、とこれは七十七センチだったあ七十七ミリです、ね。すいません。七十七ミリ七十七ミリというふうにえっ、ー、と。 測定するというようよなアルゴリズムをえあマルチゾーンの特性を生かすことによってこれが当然光が返ってくる場所というのが時々変わると思いますけどもその場面によって変わると思いますけども多少その光の状態によってあるいは水面の状態によって変わったとしても一番いいところのデータを取るというようなアルゴリズムをご提案差し上げているというようなことになります。 次はもう一つの方のシングルゾーンの VL53L4CD を使った場合のアルゴリズムになります。先ほど申し上げたとおりこの VL53L4CD のシングルゾーンのセンサーというのはセンサーとしては単純といいますか簡単といいますかパッケージも小さいですしそういったことも含めてシンプルな えっとセンサーになっていて、えっとセンサー単体としては扱いやすいんですけれども、えっとその分先ほどのえっとマルチゾーンのようなあのいろんなゾーンを取るというような機能がございませんので、えっとそこに対してえっとアルゴリズムの方でえっとちょっと工夫が必要になってきます。はい、それについてご説明いたします。まずですね、えっとこのセンサーが。 でえっと、液面までの距離を測るというところにおいてこれあのきれいに、えっと、液面だけから、えっと、光が返ってくるわけではありませんのであの周りの、えっと、容器からですとかあるいは、えっと、液体の透過率によってはあの側面なり、えっと、から返ってくる光が返ってくる場合もありましてで、えっと、一般的にですねこのような容器に入れた場合えっと 近いところ繊細に近いところもしくは遠いところというのが一般的にはちょっと実際の距離と本当の距離とのオフセットが生じてしまうことがあります。一般的にはちょっと真ん中辺の何と言ったんでしょうちょうどいい距離のところがオフセットが少ないというような容器に合わせてちょっとオフセットが出てくる可能性が大きいです。でそれのためのツールといいますかごく簡単なあのこの 距離を測ったらオフセットがどれぐらいというのを測るツールをサンプルソフトウェアの中に準備してございます。でもし評価とかをしていただける際はまずそのサンプルソフトウェアの中のツールでもってその測りたい容器での推移ごとのオフセットというのをまず測っていただくことになります。 そして、えー、とじゃあこれぐらいの距離のデータがセンサーから出てきたら、えー、とこれぐらいの推移だよというのがサンプルソフトに準備されてるんですけどそのツールでもって得られた、えーとまあ、ルックアップテーブルみたいなものを、えー、とソフトウェアの本体のソフトウェアの方に、えー、とインポートといいますか、えー、とそれを、えー、としていただく必要はございます。でえー、とそれによって、えーとあの 上位もしくは下位のところであの変化が大きいところオフセットが処理が必要なところに関しては、えっと、補正をしてあげるとでそれによって、えっと、あの水位が多いところではその補正をしたところで、えっと、実際の水位に、えっと、なるべく近いようなデータをしてあげるとち、えっと、オフセットが小さいところは、えっと、補正の量を小さくしてそのまま出すように、えっとそういったような、えっと、そういったような あのソフトウェアでもってえっと補正するという,ようなサンプルソフトウェアをえっと組んでございます。はいこのようなえっとシングルゾーンマルチゾーンにえっと合わせたようなえっとアルゴリズムを組むことによってセンサーそのものはえっと距離を測るセンサーなんですけどえっといきめんの測定にえっと応用できるかなというふうに考えております。またえっとこのプレゼンテーションの他にもあの弊社の あとでご紹介しますけどあの弊社のホームページの方にアプリケーションノートも載っておりますので、えっと、もうちょっと詳しい、えっと、あのご説明はあの見ていただけるかなというふうに思います。で、えっと、実際に、えっと、それでもってこれは VL53L5OCX の方ですけど、えっと、サンプルソフトウェアでもって、えっと、組んでみたああの実際にやってみたデモのビデオになります。 はい、えっと、ここのところに、えっと、データとして出てくる、う、水があります。で、えっと、実際はこれ、あのー、水がこうやって、えっと、メモリで、えー、含んでありまして、あのー。メモリで、えっと、表示してあります。で、えっと、当然、人間の目で見れば、こうやって、えっと、メモリーに合わせて、あのー。 物差しに合わせて水位を測ればいいんですけどもセンサーでこの状態が見えないとこから見るときはこちらのデータを見ることになりますがえっと大体6五セ5チ、四4センチというふうにあのまあ,あかなりの精度であの見ていただけるのがわかるかなというふうにあ見ていただけるかなというふうに思います。 でもちろんあのお客様の方でいろいろ試される時というのはあの容器ですとかセンサーの置き場所ですとか、えー、とあるいは液体そのものに関してもあのいろんなパターンがあるかと思いますのでぜひ、えー、ご評価をいただければなというふうに思います。よろしいでしょうか。はいでえっ、ー、とそういったところにきましてあのちょっとあの繰り返しにはなるんですけどもえっ、ー、と今 申し上げたような、えっと、TOF の即興センサーあの弊社ではフライトセンスと言いますけれども、えっと、改めてえっとこういったようなセンサーを使えばああのメリットが出せるねというような項目をちょっと思いもう一度あの書いてみましたあの先ほど「邪魔しない」と書きましたけど別の言い方でいうとなので可動部がなかったり接触がなかったり液体にももちろん触らないので、えっと、汚染ですので飲み物なんかも。 測れるかなとそれからもちろん環境に悪いようなな物質は使ってないですそれから申し上げたような小さなパッケージで照明もイルミネーションも目に見えないものですので小さい目立たないような埋め込み方ができるそれから小さなモジュールで低コストそれから他の可動部等もないのでと他のボム等もあまり多くはないかなと思います。 からえっと、液体を測っていると言いましても別に液体の種類はあの反射率に関してはもちろん関係しますけれどもなんか成分が関係するわけではないのでい、えー、いろんなな液体で動作すするかなと思いますそれからあの小さなセンサーで、えっと、データとして、えー、っとデータはあの。 デーータシート等を見ていただければ分かるかと思いますけれども、まあ、I2C のインターフェースで、えっと、距離データがそのまま出てくるだけですので、まあ、あのあのデジタルデータとして扱いやすいあのフロートで、えっと、メカ的に出てくるものではありませんので、えっと、それでもってあのデータとしてそのまま IoT 的に、えっと、何かつないでいただくとあのリアルタイムでモニタリングができるかなというふうに思います。はい ね、あの今まで申し上げたあようなああの即興センサーでもって、えー、と液面が測れるようなあことに対して、えー、とでは TOF の場合、ま、TOF のような小さな非接触のセンサーというような場合、えー、とどんなところに、えー、と使っていただけそうかなというような、えー、我々の方でもいろいろこう これまでお引き合いをいただいたりですとか、えっ、ー、とそういったような例をいくつかえっとご紹介いたします。えっ、ー、とまずえっ、ー、と家電とかえっ、ー、とサニタリーまあ衛生的な機器機械ですね。あの昨今ちょっと触りたくないというようなご要望も多いですので、えっ、ー、とそういったようなところへの応用の例です。えっ、ー、と例えばコーヒーメーカーなんかですと、えっ、ー、ともちろんここの コーヒーメーカーのここにつけると、えっと、コーヒーの液面それから、えっと、水が必要ですので、えっと、水の液面それから液体ではないですけども原理は同じでえっとこうなんか空きカプセルみたいなところもこの容器の中にどれぐらい詰まっているかなというようなえっと測定ができるかなというふうに思います。また、えっとこ あのカップの形状認識とありますけど実はこれまたちょっと液面から離れますけども、えっと、カップの底までの距離が分かりますので例えばカップを間違って逆さまに置いてしまったといった場合まだ水を出してないのにコーヒーを出してないのに逆さまに置いてしまった場合はそのカップの上の面が検出できますのであれこれはカップじゃないんじゃないのとかそういったようなことがも、えっと、応用できるかなと思います。 それからまあ単純にえっとポットの液面検出それからえっとなんかソープなりそういったもの,あのディスペンサーですねあの外から見えないでえっと補充をするという場合にはあのえっとセンサーでもって上の方から測れるかなというふうに思いますはいえっとそれからまああ,ああの 炊飯器的なものをちょっと書いていますけども、まあ、これはあのえっと沸騰してえっと中がグツグツいってしまってるとどうしてもえっと正確にはなりませんけどあのその前にえっと沸騰とかする前えということをちょっと想定してます。ああるいはえっとトイレののタンクですね、えっとあの ソープディスペンサーのものと小さいものでも、えっと、可能かなというふうに思います。また、えっと、ここには書いてないですけれども、えっと、家電サニタリー機器ということでいうと。えっと、加湿器ですとか、除湿器ですとか、えっと、そういったようなもの。が、あの、もう、あの、こう。補充の、お、水、もしくは、えっと、除湿した水。の、お、駅名を図るのに、あの。使うことが可能かなというふうに考えております。 こちらがえっと家電とかえっそういったようなどちらかというと民生機器的なようなものの応用例ですね。えっとそれからえっと今度は別にあの B to B B to B えっと産業機器的なものでもあの液体をえっと測る必要がえっと出てくるかなというふうに思います。えっとそういった場合のえっと応用例です。 はい、一つはあのコーヒーメーカーと違ってもうちょっと,こう、えー、とプロ的なあの飲料ディスペンサーもしくは自動販売機といいますかそういったものも、えー、ともちろんあの中の、えー、と飲料がどれぐらいあるかというようなことそれから、えー、とディスペンサーであればさっきのこれは現時点さっきのコーヒーメーカーと一緒ですけども、えー、とカップに対して、えー、とどれぐらいまで入ったかというようなものが、えー、と測れるかなというふうに思います。 でえっと、ここちょっと絵が映ってますけどもあと後でご紹介しますが、えっとまあ、英語にはなってしまうんですけどあの弊社の方で、えっと、ビデオがありましてこのデモのビデオで、えっとまあ、どんなものかというのも見ていただけるかなというふうに思います。で、えっと、そのビデオでは、えっと、液面のほかに、えっと、ちょっと TOF で別の機能として使えるこのジェスチャー検出ですね、えっと、それでもってこうあの飲料を出すのを オンしたりオフしたりという,ようなものがビデオになっております。また先ほどもちょっと申し上げたえっとカップのえっと上下のというのもえっと見ていただけるかなというふうに思います。じょ上下のなんでしょう間違っておいたもの,のの検出ですね。はい。まあその他にもえっと B2B、えー、産業機器のところでうといろんなあの貯水タンクあるいは液体タンクというのがえっとあるかなと思います。でえっと原理はあ一緒でして。 えっと容器の上の方につけておいて、えー、その駅名を測って、まあ何かしらのインターフェース、ど無線でも有線でも、えー、取り出せば、えっ、ー、とそれでもってあの外から、えっ、ー、と場合によってはその場にいなくてもモニターができるかなと思います。はい。あの灯油タンクのようなものも、えっ、ー、と、まあ、蓋なりえっ、ー、と天井なりにつけておいて、えっ、ー、とまあ中がえっと見えなくてもえっ、ー、と外からモニタリングできるかなと思います。 もう一つちょっとあの、えー、付け加えさせていただきますと特に塗布というのは先ほど、えー、と周りが明るいとちょっとよあのどちらかというとにが苦手と言いますかあの考慮しなくちゃいけないことがあるということがありますけどこのようなクローズのタンクという方が、えー、とむしろあ塗布に対しては有利な状態ですのでまあいろいろさらに使い方が考えられるかなというふうに思います。でで工業用のののタンクまあもも小さいものですとペットの、えーと 自動給水というのことも考えられるかなというふうに思いますはいえっ、ー、とさらにえっ、ー、と民生工業の他にもまあ、えー、例えばの例ではありますけれどもあのこんなアイディアはどうなんだろうというようなお話をさせていただいたことがある例で言いますとあのこのえっ、ー、と搾乳機でえっ、ー、とどれぐらい溜まっているかですとか逆に給水する 酪農とかで吸水する方で補充するのに、えっとどれぐらい必要かなと。えっと。それからもちろんあの貯水タンクですね。で、えっとこういったようなあのこう。スマート農業といいますか？そういったようなところ。でも、あの意外にあのお引き合いをいただくことがあります。またえっとちょっとここには書いてないですけど、えっと工夫はちょっと多少必要なんですけども。あの田んぼの水位みたいな。 ものもえっ、ー、と測る場所をちょっと囲ってあげるなりしてあげればえっ、ー、と可能かなというふうに思います。はい。まあえっ、ー、とこういったように、えー、民生危機器、家電危機器、工業危機器、あるいはえっ、ー、ともうちょっと幅を広げたようなところまであの液体のレベルをを測る必要があるというような例があって、まあ小さなえっ、ー、と モジュールにまとまっている弊社の、えー、とトセンサーということに関してはあの、まあ、ご検討いただけるポイントがいくつかあるかなというふうに思います。で、えー、と今申し上げたようなセンサーそのもの、えー、とそれから、えー、とサンプルプログラムそれから評価ボードといったようなものを、えー、とどういうふうにあの弊社の方から提供させていただ,ける、えー、い,ただいているかと。 いうようよななご説明になりますで今申し上げた2つの製品について弊社でソリューションサンプルプログラムリファレンスソフトを準備していると申し上げましたけれどもこれは弊社のホームページからこのサンプルコードですねこの名前でダウンロードができます。で同じところでアプリケーションノートがそれぞれ準備してあります。 それからえっと評価ボードも準備しています。これあの別のスライドでご説明いたします。でえっとその中にサンプルコードの中にはあの Cube ID というのは弊社のえっと弊社のマイコンのえっと環境のためのプロジェクトファイルになりますけれどもえっとそちらの準備でもちろんあの これは弊社のマイコンに使っているもちろんその方が使いやすくいろんなことを準備させていただきますけどもセンサーそのものはインターフェースは簡単ですのでいろんなマイコンにつないでいただけるかなと思いますそれからプレゼンの中で申し上げた「ルックアップテーブルを作るような」 えと工夫が VL53L4CD の方ではアルゴリズムって必要だと申し上げましたけどその簡単なツールそれからえっとソースコードあのそのプルソフトですのでえっと原理を見ていただければいろんな応用が可能かなと思います。その他アプリケーーーションユザいですねでえっと今えっと申し上げたああようなことというのはあの 弊社の ST.com ホームページの方でもろもろ提供させていただいております。で、えー、とこちらをあの検索といいますか、えー、と行っていただきますとあのここのえー、と液面レベル検出の、えー、といろんなパッケージに対する、えー、とあのダウンロードができるようなページに行きます。で、えー、とまあ あこんななようなページなんですけども、えっと、申し上げたようなアプリケーーションノートですねすねみません英語にはちょっと今のとこなってしまっているんですけども、えっと、申し上げたようなもうちょっと原理ですとかあるいは、えっと、ソースコードの多少の解説等も入っておりますそれから、えっと、こちらはあの開発環境あのソフトウェアの方の開発環境ですねあの弊社の STM32CubeID という、えっと、環境に盛り込むための、えっと、手順のようなことが書いてあります。 まあ、あの、この辺のとことを分かっていただければあの、他の環境でも、えっと、応用できるかなというふうに思います。それから、えっと、今日は、あの、ウェビナーということで。あの、まあ、この解説の、まあ、半分ビデオみたいなものが、あの、流れていますけれども。えっと、ホームページ上にも、あの、いつでも見られるような、えっと、ビデオ。 というのもえっと準備してございます。ただえっとちょっと英語になってしまいますのでえっと確か字幕がついたかと思いますのであのそこを見ながらえっと見ていただければと思いますけれどもえっとこちらのビデオというのがえっと今日私があのご説明差し上げているようなこともうちょっとコンパクトにえ5分ぐらいにえっとまとめたようなえっとビデオになります。あのサンプルソフトウェアのことは書いてないのでえっと VL53L5 のほうのマルチゾーンで えっと駅面検出ができますよというようなえっ、ー、とビデオになっております。はい。でもう一つえっ、ー、とこちらあの方がえっ、ー、とあの飲み物のディスペンサーのえっ、ー、とデモビデオになります。えっ、ー、とここの後ろにあるのがえっ、ー、とちょっとデモになっておりましてえっ、ー、とまあ彼が、えー、あの 中の容量検出と,か、えー、と液面ケースは違うんですけどこの、えー、と自動販売機の前に人が衣類内の検出ですとかカップの検出ですとかそれから、えー、と飲料を出す出さないのオンオフですとかそういったようなことに対して、えー、とあのデモ機を作っていてその、えー、とデモをさせていただいているような、えー、と様子のビデオ。 になりますこちらはあのもっと見ていただければ分かるようなデモになっていますので、えー、と合わせてご覧いいただければと思います、はいえー、とこちらの、えー、とリンクなんですけどもあの弊社のーホームページの、えー、と製品そのものの、えー、とページ、えー、VL53L5CX ですとか VL53L4CD ですとか、えー、とそちらからも飛べるようになっていますので、えー、とご覧になってみてください。 ボードとかさっきほどのはソフトウェアの方のご説明ですけれどもハードウェアの方のご説明もいたします。えと製品ページがこちらのリンクになるんですけどももちろん製品単体としてもサンプル等々がご必要。 ということであればあの弊社セールスもしくはあの販売やり店さんに、えー、っとお問い合わせください。それから、えー、っと評価ボードも準備しております。えー、っと弊社のうー あのいろんな製品のえと評価ボードを同じインターフェースでえーと X ニュークレオという形であのこのセンサーに限らず準備をしていてあの弊社の STM32 のマイコンボードとつなげられるでえとすぐにえと評価ができるようになっているんですけどもえとそのボードとの中にえとセンサーを乗っけたようなボードが準備しております。 でこの拡張ボードというのはいろんな弊社の製品に準備しておるんですけども塗布センサーの場合のちょっと特徴といたしましてカバーガラスですねこのセンサーの上におそらく何かしらのカバーのガラスをつけるガラスもしくは樹脂のフィルムをつけると思うんですけどもいろんな形が考えられると思うんですけども弊社の方ではこれをリファレンスとしていますというような。 サンプルをつけさせていただいておりますそれによっていろんな実験ができるからとでそのカバーグラスをこう固定するようなホルダーでもってちょっと組み付け具合といいますかセンサーとグラスカバーグラスの間の隙間のを調整できるようなものも準備しております それからボ、えっと、ボーードド、に加えて、えっと、マイコンの,ボードあの弊社の STM32 の中でも、えっと、F401 というのと、えっと、パックにしたあのボードというのも、えっと、準備しております。これですともしあの弊社のマイコンボードすでにお持ちの方であれば、えっと、上だけ入手いただければと思いますけれどももしまだお持ちでないいただけたらこの、えっと、パックで、えっと、あの入手いただくことも可能になります。 それから、えっと、もう一つ、えー、っとこの、o、X ニュークレオの評価ボードとは別に、えっと、小さな、えっと、これ1ンチ3ンチぐらいの大きさの、えっと、ブレイクアウトボードというのを別もしくはこ,のおこれに同梱もしくは別売りで、えっと、準備しております。でこれですとあのこのセンサーがここになりますけど、えっと、センサーだけが載った、まあ、小基板 になりますで、えっと、この小基板はも、えっともとはですね複数個使いにする時などに、えっと、ここのもともとの評価ボードの,この横にくっつけて、えっと、複数個のちょっと実験をしてみるというような目的もあったんですけども、えっと、この小基板単体でもって、えっと、POC ですとか手作り試作ですとか、えっと、そういったものに使えるものになっております。えっとまあ センサー単体がこういったような表面実装のパッケージになっておりますので、えっと、実験される場合にはあのボードを起こさなくちゃいけないということになりますが、えっと、このブレイクアウトボードというのをつくあの使っていただくと、まあ、ちょっとした実験手作りしさみたいなのにも使っていただけるかなというふうに思います。はい、で、えっと、同じようなあ構成。 をえー、とセンサー単体、えー、と評価ボードそれから、えー、とマイコンボードとのパックそれから、えー、とセンサー単体でのデモ小基板になっているものというものを、えー、VL53L5CX マルチゾーンの方ですね、えー、とそちらでも、えー、と準備してございますですので、えー、とご評価あもしくは、えー、とあの手作り試策あるいはちょっと実験 というようなものにはあのぜひあのご検討いただければと思います。そえっ、ー、と何かございましたらあの弊社もしくはあの弊社の販売代理店さんにえっ、ー、とお問い合わせをいただければと思います。このようなえっ、ー、とハードウェアとえっ、ー、と先ほど申し上げたソフトウェアでもってえっ、ー、とエキケースのあのソリューションがあの実現できていけるかなと思います。はい。えっ、ー、とちょっとまとめに、えー、なります。えっ、ー、と。 まず、あのう。T. O. F. に関して、えっと、ご説明をいたしました。えっと、フライトセンスという名前つけてますけれども。あの弊社は、えっと、T. O. F.、その中でも、先ほど申し上げたスパットというのを使う。もの。に関しては、えっと。デートフ、ダイレクト,トフと呼んでいますけれども。えっと、これまで、あの十、十億個、クラス。 のえっと出荷を世界中でいろんなセンサー含めてさせていただいております。ですのであの弊社としていろんなえっとサプライチェーンから技術まで含めてノウハウがえっとございますのであのアシしてあのご検討いただければと思います。もう一つえっとそのえっといくつかああ製品があ,あ,ありますけれどもえっとその中のえっと二つの製品えっとマルチゾーンのものと シングルゾーンのものとでそれぞれに対して液面レベルの検知の、まあ、こうやったらできるんではないですかというアルゴリズムを含めたサンプルソフトウェアリファレンスソフトウェアというのを準備してございます、はい。それを弊社のホームページからダウンロードできるようになっておりますので見ていただければと思います。それから 製品紹介でもご説明、えー、申し上げましたけども、えっ、ー、と小さなサイズのえっ、ー、とパッケージになります。それで、えっ、ー、と特に実はもともと別に液面だけを測るようなものではなくて、あの元々は対象物との何かしらの、えー、距離を測るものになっているんですけども、えっ、ー、とそれが故にえっ、ー、と非接触になります。はい。 それで、えっと、非接触での、えっと、測距になりますので、ええ、相互作用といいますか。あの、対象物に対して、何か、えっと、影響を及ぼすことはない。従いまして、えっと、さまざまな液体に対応が可能な、えっと、小さなサイズのセンサーとなっております。それから、えっと、今日は、あの、この、えっと、センサーの。弊社のラインナップの中から、この二つの製品について、えっと、まあ。 シングルゾーンとマルチゾーンで一番使い勝手がいいだろうということでソリューションサンプルソフトウェアを準備させていただいておりますけれどもその他にも弊社の方でいろんな機能ですね即興の機能それから即興の距離に応じてさまざまな製品を準備して ございますあの視野角が違うものですとか距離が違うものですとか、えー、とそれがありまして今後もあの製品ソリューション展開あの別の使い方、えー、と液面レベル以外のものにも使われるようなゼスチャーですとかそういったものを展開しておりますので、えー、とご検討いただければというふうに思います。はいえー、とそれからあの今日のご説明は、えー 液面検出に関してさせていただきましたけれどももともとは対象物との距離を測るセンサーですので液面以外にもここにちょっと雑多に並べさせていただきましたけれどもさまざまな民生機器から工業機器で装置の中を測ったり装置に何かを近づいたり測ったりロボットで壁ですとか対象障害物を測ったりというようなものもございますのでまあ あの数あるセンサーの中の一つの使い方としてえっ、ー、とえ面検知があるというふうに、えー、ご理解いただければなというふうに思います。はい、えー、っといかがでございましたでしょうかあの以上で、えー、っとあのまとめもおさせていただきましたのであのプレゼンテーションを終了させていただきたいと思います。 はい、えーと、それでは、えー、とご質問を、えー、とい,ただいておりますので、えー、とその中からあのいくつかこちらであの紹介をさせていただきつつ、えー、と回答を差し上げたいと思います。えー、と最初の質問が、えー、とセンサーと液面を遮蔽するためにセンサー全面に利用できるガラス樹脂など、えー、と精度にどの程度影響を受けるのか。 先ほど、えっと、プレゼンの中で、えっと、何回か、えっと、カバーガラスというふうに申し上げていたものです。で、えっと、ちょっとあの個別というより一般的なあの説明にはなってしまうんですけどもあの確かに、えっと、それの材料ですとか、えっと、品質によって即興に影響を与えます。特に、えっと、赤外線のの、えっと、透過ですねその えっとガラスなり樹脂がえっ、ー、と赤外線をどれぐらい透過するか、もしくはえっ、ー、と樹脂の中でえー、こう変な反射をしてしまわないかということがえっ、ー、とあの影響を与えます。ですのであの弊社のホームページの方でこのカバーガラスに関するえっ、ー、とアプリケーションノートというのをえっ、ー、と準備しております。でえっ、ー、ともしよろしければまずそれを見ていただいてえっ、ー、とそれでもってあのまあその上であの弊社 エンジニアもしくはダリテン様といろいろ相談をさせていただきます一般的には、えー、っと赤外線の透過もしくはそのガラスの中の散乱それからセンサーと,、えー、っとセンあのガラスとの距離ですねそれからあまり正直申し上げて熱くない方がいいですそれでもってあの特に、えー、っと遠い方の距離が測れなかったりですとか、えー、っとリニアリティ えっと、一センチのものが一センチとしてデータ、二センチのものが二センチ。三センチが三センチというふうに、こうない、出てこないで。五センチになったんだけど、四センチとしか出てこないですとか。えー、っと、そういったような影響があります。詳しくはアプリケーションノート含めて、ご検討いただければと思います。はい。次の質問になります。えー、っと、受発行部は、えー、っと、何で汚染されたら、即拒不能になりますかと。いうことになります。えー、っとですね。 こちらに関してはあのやはり光を扱うものですのであの、うん、と何がというその物質とか、えー、というよりかは光が遮られるととににかく問題になります発光部が、えー、と遮られて、えー、と例えばインクのようなものであの、えー、と真っ黒く塗られてしまうようなことがあれば当然積極不即居不能になります。 ちょっとしたゴミぐらいであればそのゴミを避けて、えー、と隙間を光が通るということがありますのであの即興不能とまではならないことが多いですけども、えー、とその光の,あのなんうでしょう邪魔し具合といいますか遮蔽具合といいますかそういったようなものが、えー、と付着すると,、えー、と即興不能になる可能性があります。はい、よろししいでしょうか えと次ですね、えー、と対象物の色や反射率によらず正し,くできる正しく測位できる理由を教えてくださいってことですね。はいえー、とあのをするにあたって、えーと対えー、センサーの発光部からレーザーを出しますで対象物にあたって戻ってきます。で タイムオブフライトという名前の通りこの行って帰ってくる時間があの距離なんですね。あのもちろん、えっと、ものすごく速いピコ秒とかあですので、えっと、それをあのまあえっとあのセンサーの中で処理をして距離にするわけですけども原理的には行って光が帰ってくる時間になります。でこの行って光が対象物にって帰ってくる時間というのはあのー、対象物が黒くても白くてもこの光の速度というのは。 変わりませんので、それによって色や反射率によらず、えっ、ー、と測定できますということになります。ただ、えっ、ー、と全く光返ってこないともちろんそれはえっ、ー、と測定できませえっ、ー、とものすごく真っ暗なえっ、ー、と素材ですとか、そういったものはあの測、ー、定できませんので、その測定できるに値するだけの、えー、フォトン光子ですね、光がえっ、ー、と返って、えー、くれば、えっ、ー、とそのあ測れている範囲においてはえっ、ー、と対象物 のえっと色や反射率に依存しないということになります。はい、次はいかがでしょうか。はい、えっと屋外で使用する場合測定に影響を及ぼす要因としてどのようなことが考えられますかということになります。はい、これはえっとまあ屋外の場合はご存あのご想像のとおり太陽光がございます。で太陽光に含まれる外光に含まれるえっと赤外線 とといいうのが、あのー、問題と言いますかえっと、これはセンサーからら見たらノイズになりますあのセンサーは自分で光を出して940の光を出して行って帰ってくるその反射を見てるわけですけど、えっと、外,外に限らずあの他の光がたくさんあるところではそれはあの自分で出した光か周りから光か来た光か分かりませんので、えっと、ノイズになります。 でですのでそのそノイズが多いと,、えー、とその自分で出した光なのか、えー、と他から来た光なのか分からないので、えー、と正確に即居できないということになります。はいえー、とこちらで最後のご質問になるかなと思います。えーと 3, ミリのえー、3ミリ程度のポリピロピレンのカバー越しに即居可能でしょうか 詳しくは先ほど申し上げた、えー、と弊社のホームページのカバーグラスの、えー、とガイドラインアプリケーションノートに、えー、とあるんですけども、えー、と一般的にはちょっと3ミリというのは、えー、と厚いようなというのはあのここであのこのおご質問の文面だけを見るとあのそういうふうな印象になります。えー、とだいたい確か アプリケーションの手はあの基本的には1ミリ以下ぐらいもしくは0 5ミリですとかそういうぐらいに、えっと、してくださいというようなことが書いてますで、えっと厚さというよりもあのその材質でもって、えっと、そこであの赤外線がどういうふうに影響を受けるかと。 いうことであるんですけども。もちろん一般的には、えっと、熱いほど、えっと、透過率等々えっと、屈折もしますし。えっ、ー、と、悪くなりますので、あ、まあ、一般的に、この、あ、文明を背景いたしまして、3ミリ程度って言いますと。まあ、正直、申もうちょっと熱いかなというような、ところ、になります。はい、ご質問になっておりますしょうか。はい、えっ、ー、と、たくさんご質問いただいているようですけども。えっ、ー、と、こちらのセッションで、紹介させていただくのは、えっ、ー、と。 この、ここまでとさせていただきたいと思います。はい。で、えっと、以上で、ええー、質疑応答のセッションを終了させていただく。あの、非常にたくさんご質問をいただいたようで、あの、ありがとうございました。それでは、えっと、本日の、えっと、ウェビナーは以上をもちまして、終了とさせていただきます。あの、皆様、本日は、あの、お忙しい中、ご参加いただきまして、大変ありがとうございました。失礼いたします。